壁紙の話だからダブルの別の携帯だけどね、こんな感じでしょ。あ、そうそうそう、これがこっちが緑色でしょ。ダブルのライダーキックは超特殊だよ。2人に変身してて緑側が1人で黒側が1人だから、ライダーキックの時ってこう緑と黒のやつが一瞬体が半分に分かれて、黒のをキックした後緑のがドンって揃ってキックでドンダンって。じゃあ一時的に半分半身なの。そうだよ、あの変身だって片方のやつが気絶して刺したら気絶して、もう一人の方にあの刺したやつがワープして自分のぶっ刺してガシャンってダブルマークになると変身する。戦う時も右半身が別のやつで左半身別のやつなんだけど、すんげえコンビニじゃん戦ってから、あれただの人じゃんけ人じゃんけみたいな感じで戦ってる。マジか。ダブルハマった。中学時代にバズったもん。マジか。うん、みんな見てた。最初カスカシがハマっちゃってダブルに、マジで面白い。コメントにこの時期ハマると思わなかったっつって、マジで見てみるわ、面白くねえってカサスじゃんって言ってて、私もそういうのかな、これが来た超面白い。暇の時に YouTube の仮面ライダーページ見てみると、平成ライダー全部出してる。俺の趣味全部聞いて知ったもん。聞いて今、あ、無料で配信してんだって知ったもん。そうなの、出てこないんだよ。おすすめは出てこない。おすすめじゃないの。俺はよく仮面ライダーのやつばっか見てるから。ダブルなんてね、今ね、毎日ね別々の話して、今日15話で、明日16話で、次の17話で、毎日見てる。毎日見てる。いいよね、すごいやるね、半端ない。各自1月には常時出てて、で今のやってるシリーズを2個出してるのが、今電王とダブルか。電王はなんか CM はめっちゃ見せたから、あ電車のやつかみたいな感じで。電王ね、ガキが見えるもんだろうとかで見てたけど、電王めっちゃ面白いじゃんけど、ね、一番平成で歌う仮面ライダーだからある。どのクラス出てくるの、どれどれ。え、電王。電王か。電王の主人公がひ弱で、体質も弱くて、もう弱々なんだけど、あの桃太郎とか浦太郎みたいな、あの怪物なんだけど協力してくれるやつをその身に移して、一瞬だけ魂に乗っ取られて戦う感じになる。失礼します。お願いします。あと注文いいですか。はい。レモンサワー1つと、どうする？豚ロース3つ。豚ロース3つ。レモンサワー。もう1つと、で、豚ロース3つ。豚ロース3つ。で、豚バラ2つ。で、以上です。そうなんです。前のコマとかは0とかとかあるし、そんなところはなんか見えからこうやって、うん、一応レンジャーと合体してんのか。基本的に11月だ。ユータンと実は学校に行くのが2月です。で、ユータンと3人だ。ほら、全部回帰してるね。中学生の小学生もね。でしょ。でしょ。1話、2話はね、こんな感じで出てる。1月のしかも小学生ね。いろんな出てる。だって普通の地元の方向仮面ライダードライブに至って警察ものなんだけどね、内容がね、マジでね、難しい、難解すぎて、俺でもよく分かってないのよ。カッチンはさ、コメディ色が強いさ、カサスよりもさ、もっとさ、あの難しい方のカサスみたいなのあるじゃん、鑑識家みたいな、そんな話だから、マジ分かんない。なんとか言えば、どうしますかみたいな、こっちは鑑識いませんみたいな言ってて、それで突然、やつはドーパントだって現れた瞬間に、タイヤ交換とか言うから、マジ笑っちゃう、嘘だろ、みたいな。マジで？なんかギャップで笑っちゃう戦闘シーン。20代前半だよ。
たちの前でね、電王かダブルやるとね、うお懐かしいっていうすごい、すごい勢いで。ちょっとね、この世界で聞いたら今でもまた毎回してる人、電話もう4週ぐらいしてる人。へぇ、俺のね、シングルじゃなくて、シングルだけでも、自転車で、仮面ライダー売れる俳優がね、すごいね、有名なのがいっぱいいるからね。でも、仮面ライダー売れてまた人気があるみたいな感じ。平成最初の仮面ライダーって小田切翔だしね。電話は佐藤だけやる。一作目全部。マジで。すごいよね。結構ね、有名なのが多いな。中華東のイメージが強いからね、仮面ライダーかなり。そう思うんですけど、思うダブル2人に変身するって言ったじゃん。あれ、片方がさ、菅田将暉だしさ、一作目しかも、初めて見た仮面ライダーで、仮面ライダー王者が福士蒼汰初めて出た、これもそれから売れてる。仮面ライダーに出るとやっぱ売れるみたいな。かもね、ほら、お母さんが見てんじゃん、でかっこいいってなんじゃん。いやでもポーズだったら子供はポーズがかっこいいってなるけど、お母さんとかは福士蒼汰超かっこいいじゃんってなる。ガッチリ掴んできてるんだね。変身前は祝福蒼汰やって、変身後は福士蒼汰やって、でお父さんはヒロイを見てる。そうすれば家族でも盛り上がるよねって。そうそう、場所は違いの盛り上がりだから、結構俺らの世代で平成一発目が多いから、クーガー、アギト、リュウヒ、ファイズとかその辺だよ。俺アギト、リュウヒだよ。アギト、どっちかというとリュウヒのイメージが全然。リュウヒはね、傑作だった。育てた時、お前だよって友達とさ、アドビルだから、そういう高校に出るって別に怒らないし、相手の量が勇気もさ、子供のさ、好きな話じゃないよ。だって仮面ライダー氏殴り合わせんだよ。結構きつくなって思うね。いきなり。でもなんか戦ってるのがいいから、そうなんか単純に。しかもいろんな仮面ライダー出るし、いろんななんかモチーフにして武器も出るし。これコウモリの仮面ライダーとナイトでしょ。そう、ナイトとあと竜主人公のあのイメージが強い。ヘビか。王者で、王者一番好きで大好き。なぜこんなダラダラ。あの3人のイメージだな。リュウキが竜でしょ。あの長っぽそい竜でしょ。王者はもともとヘビだったんだけど、ヘビにユナイトベントで最後モンスターとエイヤモンスター合体させたから、あれがね、形がね、あの西洋のドラゴンだったよね。竜とドラゴン対決の最終的にマスボス投手。そうだ、言われてみれば、なんかサイトがエイで、ね、もともと別のやつが持ってて、それを持って倒して、しかも王者の持ってるなんかカラーカードみたいので、それ契約できちゃうカードがあるから、それが奪い取ってる。でもなんか確かに何かその本当で吸収して合体させてるみたいなイメージだった。ただね、合体したモンスターは成功だけど、確かに A のやつはコピー弁当って言って相手の武器パクるやつがあるんだね。強いんだけど、サインやつ何にもねえから、サイン取ったの失敗とか言って、モンスター以外失敗とか言って。ルーキーも確か2個映画やったからね。